れをやってもらいます。あれは 何をするんですか。あれは笠網漁といって、笠網漁、網で天然の鮎を取ってます。やってもいいですか。ちょっとね、すぐっていうわけにはね、ちょっとね、体力的にもね、いろいろ問題あるさっき言ってね、危ないからちょっと練習してからな。練習、ね、これができない限りは、量やらせることはできません。せーの、シンプルにここ浮いてるんですよ。本当だ。ほんまや。こんなんジェンガやったらもうすぐ一発で崩れちゃうじゃないですか。よく見たらジェンガも斜めってない、これ。嘘。なんていうの、この机のせいでさ。ジェンガって平らでやるとこじゃないの。ね、そうだよね。え、机だけ平らってことですか。はい。え、ここは平らにしてもらえないんですか。はい。それこそただジェンガやるだけじゃ遊びじゃないですか。ああ、こういう極限状態のジェンガをやることで皆さんの忍耐力だったり精神力が試される。レッツスタート。こうじゃない、取るの。横はこう、縦はこう、押して押してやる。すぐからいけない。あ、私、うん、え、これどう、隙間空いてる、いい、うん、ちょっと押して、あ、硬かったね、目は、ね、手震えてんだよ、もう、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。あ、じゃあちょっと押したら、はい、こっちから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 取ってな。もうおばあちゃん。おばあちゃん、これ取ります。あ、いけるいけるいける。おお、いいよいいよいいよ。うまいね。分かったります。あ、すごい、うまい、すごい。さすがここ、一周目できた。初一周目。はい、次二周目。なんかもう隙間空いてるのなさそう。これは、あ、いいよいいよ、真ん中って割とね、取りやすい。うん、結構スッといっちゃった。あ、危ねえな、お前もう余裕こくなって。あ、これが忍耐力か。もう震
喋ってる。ここ行きます。やっぱやめます。もうめっちゃ回ってるんだけど怖い。おー、いいね。2周目。おクリア。あと1周。でもこっからがね、多分ね、きつい。そうなんだね、難しいよね。いいじゃん。でもあれだね、なんか大体そう、ね、あっち、もうやめて、お前はもう立て。あ、ダメだ、逆、こっちかもして。うん、どこも動かないよ。ほら、これやばい。あ、これ、ここ行きます。もうやばい、きつきつだね。さっき上取っちゃったからさ、めっちゃバランス悪い。でもそんなやつ顔にかかるよ、バランスが。最後だ、一番難しいね。頑張れ。うわダメだな。待って、どうしよう。でもここ行くしかないか。この状態でやったの。わあ、おめでとうございます。クリアです。やったやったー。